皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2022年2月の12日の土曜日、聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書12章1節から12節。タイトルは神を恐れ人々の目を恐れない信仰です。私たちが神様の祝福を求めて生きるとき、人間を恐れる必要がない、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。ルカの福音書12章1節から12節。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳にささやいたことが屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。五羽のスズメがニアサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの一羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言うものは誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。私たちはすでにもう2月になりまして、この新年というそういう雰囲気はなくなってきていると思いますけれども、でもこの正月にですね、この年賀状というのをこのもらう習慣を日本では長くありました。私は子どもの頃にはですね、こういうまあたくさんの年賀状が家に来ていたんですけれども、最近はだんだんと減ってきましてですね、年賀状を出すのももらうのもですね、もう本当に少なくなってきたんじゃないかな、そういうふうに思うわけなんですけれども、まあ、そういう中にあって、まあ年賀状といえばですね、明けましておめでとうございますということだし、英語で言えばハッピーニューイヤーということでですね、この、まあ、新しい年、幸せでありますようにっていう、まあ、そういうこの、まあ、挨拶ですよね、そういったものじゃないかなと思うんですけれども、でもですね、私たちがこの、まあ、明けましておめでとうございますっていうのは新しい年を迎えることができておめでとうっていう、そういうことなんで、なので、まあ年始まったばっかりですからね、本当におめでたいかどうかはこれから分かるわけで、正直言ってですね、ハッピーニューイヤーだってですね、幸せになれるかどうかっていうのはですね、まあまだこの段階では分からないから、まあ I wish っていう、そういうことなのかもしれないですよ。でもです、私たちがまあ今年どういう人生だったとしてもですね、新しい年になって思うことは、
神様からの祝福は変わることがないということですね。私たちが人間の幸せというのはですね、追求していったら、自分は不幸だなと思う人もいるかもしれないし、なんか自分は大変だなと思う人もいるかもしれないけれども、でもどんなに人間の状況がいろいろ右往左往上がり下がりしたとしても、神様の祝福はこれは変わらないんだということを覚えるときに、私たちはどんな状況の中でも神様の祝福を求めて生きることができる、そのことを教えられていきたいと思うんです。でそもそもですね、この祝福っていう言葉の意味は神様との関係が良いという意味です。だから祝福の反対は呪いなんですよね。神様との関係が断絶している、それは呪いですよ。だから神様との関係、創造主の神様との関係がですね、良い親しい関係だったら、これは祝福されているっていうことです。ですからですね、ここでイエス様が群衆が集まってきた時に、弟子たちにですね話すんです。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善に気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に伝えたことが屋上で広められるのです。こういうふうに言うんです。だからこれは何かって言ったらですね、これ人の前にいくら正しく見せても神様は知ってるよっていうことですよね。だから言ったらですね、神様との親しい関係を私たちが求めて生きるときに、その祝福の中に生きようとするときに、人間の前にどれだけ自分が正しいふりをしてみても、それは意味のないことなんだっていうことなんです。逆に言えばですね、人の前で、人々の前で自分を正しく見せる必要がない。それはですね、もちろんできれば綺麗な格好をして、そしてですね、なんていうか礼儀正しく、そしてですねいい人でいる、これは悪いことではないですよ。でもだからといって私たちはこの心の中にある罪を隠すことはできないです。ですると私たちはここで覚えたいことは何かっていうと、父なる神は、私たちを愛してくださっている父なる神は、私たちに対して無条件の愛を持っておられるので、私たちは罪人でも大丈夫なんだということです。いかればですね、私たちが必要以上に宗教的になって自分は正しい人間だということを見せる、そのためにキリスト教というものを使ったりする必要もない。ただ神様の前に、私は罪人です、私は救い主を必要としています、イエス様が十字架で身代わりとなって死んでくださったので、もはやゲヘナに投げ込まれる必要がない、永遠の裁きを受ける必要がない、ただ神様の愛によって自分は生きることができる。だから偽善ですね、そこから解放されるということです。でするとですね、私たちはここで7節に、それどころかあなたの髪の毛さえも全て数えられています、恐れることはありません、あなた方は多くの雀よりも価値があるのですとおっしゃってくださってですね、私たちが本当に父なる神様に愛されている時、自分を証明する必要がない、自分は価値あるものであることを何かによって、外側のものによって、いろんなですね、学歴とか名誉とかいろんなですね、仕事の成果とか、全部いいことだけど、だけどそれだからといって自分を正しいものだというふうにする必要はない、もうありのまま愛されている、ここからスタートですよ。ですると2番目に、私たちはそういう人は人々の前でイエス・キリストを認めることができるっていうことです。これ考えてみたら当たり前の話ですけれども、イエス様のおかげでですね、私たちはこの罪許されて神様の無条件の愛に生きることができるようになってるわけですよ。ですからですね、そのイエス・キリストを人の前で認めないということは本来ありえないことです。あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めますと言います。でこれはですね、日本にいるとなかなかですね、チャレンジングなことは何かというと、それは日本はですね、イエス・キリストという神様のお名前によってお祈りするよりも八百万の神々によって生きているので、だからお祓い、まじない、占い、いろんなですね、これイエス様以外の名前でお祈りするという世界の中に私たちは日常的に生きているわけです。ですからね、いやおなしに、そういう中に生きているために、イエス様のお名前でお祈りする、人前でですね、
じゃあイエスの皆によって祈りましょうって、まあ、クリスチャンの間ではやれるかもしれないけども、そんなねこの一般の世界でそんなイエス様のお名前でお祈りしますってなかなかですねこれは難しいことじゃないかなと思うんですよ。でももし私たちがそういう機会を見つけて人前でイエスの皆によって祈ることができたらです、これは素晴らしいことじゃないかなと思うんですね。いろんなテレビの番組とか見ててもね、ジーザスって言ってるのにね、神って訳したりするわけですね。いや神じゃないだろうってね、ジーザスって書いてるんだからイエスって訳してくれよって僕なんか思ったりするわけなんですけども、この方が私たちの救い主であり、そしてこの方こそですね、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めますと言ってですね、万軍の主であり御使いを送って信じる者を守り助ける王なる方なんですよ。ですると私たちはですね、人々の前でイエス・キリストを認めるということが、これはどれほど大切なことかということが分かるわけなんだけども、一方でそんなに簡単なことでもないということも分かるわけです。私がですね、大阪で牧師をしている時に、この中小企業の社長さん、経営者、お父さんから引き継いだ会社の社長さんがですね、新しい工場を作る時に、その普通だったら神主がやってきてですね、地鎮祭やったり起工式やったりするわけなんですよね。でその時にね、私、先生ね、ぜひ、来てね、そのお祈りしてくださいと。でもうその工場を建てたですね、ゼネコンの人とかいろんな人集めてきて、そしてこの僕ギター持って行ってね、それ礼拝したわけですよ。そしたらですね、初めてもちろんキリスト教の話聞く、初めてねそんな、キリスト教の歌を聞くねそういう人たちが、後でね懇親会っていうか食事してる時にね、あなかなかいいですねとかね、でいろんな話になってですね、こう少しでもね、このイエス様のことが人々の前で認められていくという機会になっていくわけです。あ、この会社はそういう会社なんだってね、イエスキリストによって八百万の神々、神主がやってきてね、このお祓いするよ、そういう会社じゃないと。でみんなはどう思ったか知らないけれども、神主はお祈りしても忘れますよ知らないけど、でも僕は忘れないです。もう自分が行ってそこでお祈りしたんだから、その工場のためにお祈りし、ね、こう事故がないように、仕事が祝福されるようにお祈りし、じゃあ電話、時々電話かかってきてね、先生あの時の仕事本当に今もうまくいってますとか言われるとね、嬉しいですよ。でそれはイエス様も喜んでますよ。そこに神様の祝福が満ち溢れている。で私たちは積極的に人々の前でイエス・キリストを認めることができる。そして3番目は、私たちがそういう時ですね、人々の前で証をする時、聖霊が私たちに語ることを教えるって言うんです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。それは常日頃から私たちが聖霊の声を聞いている、まあ、リビングライブもそうですけども、クワイエットタイム、神様から常日頃聖霊の声を聞いている、その時にですね、いざという時に本当にその聖霊が語りかける詩を教えてください、言う前から語るべき言葉が与えられてくる。でそのことを本当に私たちはこの体験するようになっていくんです。でそれが神様の祝福ですよ。ああ、今本当に神様と一緒に来ているんだな、一緒にこの祝福の中にいるんだな、いろんな困難があり、ね、本当にチャレンジがあり、本当にイエス様を返する難しい、イエス様のお名前でお祈りする難しい、そういうことがあったとしても、積極的にそれを求めていくときに神様がその信仰に報いて素晴らしいことをしてくださる、そのことをぜひ信じて歩ませていただきたいと思います。いかがでしょうか。私たちは人間の期待に応えたり、あるいは周りの人の期待に応えたり、あるいは世間って周りの人はどう思うか、まあ、そういったことを常日頃気にしながら生きているかもしれないです。でもその時に私たちはそういうことを気にしなくても、主ご自身が私たちを愛し、そして本当に神様の前に私たちは認められているので、積極的にイエス様を人々の前で認めていく、その時に私たちから恐れが取り去られて、大胆な堂々とした自信にあふれた人生を生きていくことができる、そのことをぜひ試してみてはいかがでしょうか。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちはもはや自信のない人生ではなく、確信を持った人生を生きていくことができます。自分は弱くても主が共におられる、そのことを覚えるために積極的にイエス様のお名前でお祈りし、主を証しするものと書いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。